コーヌクールシュル・ロワールは、フランスのブルゴーニ・フランシュコンテ地域県、ニエーブル県に属するコミューン。一般的に、コーネと略される。1973年1月1日の合併で、現在の名称になった。2007年の、花の町コンクールで賞を受賞した。県内の地図県の北東部、ロワール川とノアンガートの合流部に位置する。県内、第二の人口を有する。 首都パリとは高速 A77 号、国道7号、モレバヌーレサブロンディ・オンペラ主戦によってつながっている。第二次世界大戦以前は、サンイコールタマンイコールアンピュイ勢との間に、蒸気機関車が走り、サンイコールタマンイコールアンピュイ勢で作られた陶器、などが、サンベラやサンルーなどの農村地帯を通り輸送された。このうち、サンベラの駅舎は、現在も、 観光名所となっている。戦死時代には、村落があった。ガリアの時代には、合流部という意味の、キンデートと呼ばれた。その後、コーヌの地は対立の十字路となり、百年戦争や、数々の宗教戦争に巻き込まれてきた。17世紀から、製鉄やロワール川を使った、水上輸送で発展し始めた。ラ・ショーザドのピエール・バボーは、王立海軍付属の施設として、 製鉄所を建設し、ラ・ショーサド王立製鉄所とした。鉄は、ロワール川の水上輸送によって運ばれた。しかし、鉄道網の整備より1860年から衰え始め、最終的に1872年に閉鎖された。製鉄業は何、世紀にもわたりコーヌの発展を支えてきたが、1990年代から2000年代初頭に、け不況に見舞われた。 1833年にロワール川で、初めての橋が架けられ、第二次大戦中に修復された。紋章紋章には根地に白でサンバの黒つぐみが描かれている。エーブル県商工会議所の司書が置かれている。聖英南教会の後人。ウジェーヌ・エマニュエル・ビオレルデュクサク作。ありがとうございます。